ありがちなテーマなんだけど、いや、なんか、こう、なんか、どっち派とかっていう話ではないんだけど、うん。これ、なんか、単純に2人に、なんか、おすすめを聞きたいというか、てか、ぬぬめ。究極を知りたいっていうのがあって、自粛期間の家での過ごし方の正解を知りたいの、俺。あー、確かにね。うん。ちなみに何やってたの？あ、俺が？うん。自粛期間中にってことだよね。そう。俺は結構まあ普通なんだけど、まあなんか筋トレしたりとか、うん、散歩したりとか、うん、本読んだりとか、動画見たりとか、そういうことをしてたね。普通だな。腹立つな。じゃあおめえはあんのかよって話になってくるよ、そうすると。俺は、ね、そうそうそう、特殊になっちゃうから先に、いつも裁判官やられてる方に聞いた方がいいと思うんだけど。私？私？うん。私、結構練習する。練習？人を笑わせる。うん、人を笑わせる、うん、練習？練習。例えば？モノマネとか。ああ。いや、待って、めっちゃ可愛くない？一人でやんの？やるよ。で、みんなと会ったことを想定して、一人でモノマネの練習してるんでしょ、家で。そう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 。それモノマネだけなの？やっぱさすがにやるよ、他のこと。でもそれはありきたりだから言わなかっただけで。いや、人を笑わせる練習の時点でありきたりじゃないよ。まあそうだね。あとはでもまあ歌歌ったりとかね、うん、歌の練習、発声練習とかするかも。ああ、発声か。あれ、あ、え、い、う。いや、あえいうというよりは、うん、巻き舌で歌うとか。多分ね、歌詞をおやりになった経験がある、シンガーの方だったら分かってくれると思うんですけど、うん、巻き舌で、歌うんですよ。ブルル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 ルって。うん。これはまあ、あれだけどね、例えだけど。そうすると、腹から声を出す、うん、なんつうの、力が身につくんですよ。ああ、はあはあ。そう。っていうのを、漫画とか読みながら、うん。うるるるるってやってる。お前それ実家でやってんの？実家でやってる。メンタル強いな。人と変わってんの、人と変わってんの、そんぐらいかな。ああ。え、じゃあ、シンガーは、シンガー。あ、あれね、シンガーじゃなくて、シングルね。うっさ。大事だぞ、ここ。パスでっかな。うん。やってることね。俺はね、結構ね、コーヒーの焙煎。いいじゃん。は？マジで？マジで。え、それはさ、どこら辺からやってんの？豆から引いてんでしょ、ちゃんと。豆を引いて、うん、ドリップして、うん、飲んでとか。いや、あれだよね。温度もこだわりがあるんだよね、きっとね。そう、その温度が沸騰直後なのか、ちょっとこう冷ましたとき。はいはいはい。ちょっと、ツーですね。あとは、こう、豆が、うん、粗く削るのか、うんうんうん、めっちゃ細かく削るのかによって苦味が出たりとか風味が強くなったりとかね、そうそうそう、するんですよ。これまでも、うん、こういう質問をもらった時に、うん、言いたかったからやってる。お前それさ逆なんだ。
逆なの。結論がね。そうそうそう。なるほどね。やっぱこの自粛期間何してましたかみたいな質問がよく来るから、そう。専用の尖ったやつを用意していくんだ。そうそう。尖ったやつを用意するために、わざわざ忙しいお昼の時間とかを使って30分かけて焙煎してる。ね、これが、頭のいいバカっていう表現をする人。まあ、そうかもしれない。すごい的確だと思う。この頭のいいバカ。ヤホだね。矛盾ようで、矛盾してないんだよ、これ。確かに。頭いいんだよ。頭切れるし、常識もあるし、うん、天才肌なんだけど、うん、バカなんだよ。これに尽きるんだよ。それはさ、やってて楽しい。その、目的が別になっちゃってるわけじゃん。そうね。コーヒーが焙煎して、コーヒーが好きだからっていう目的でやってるんじゃないんだよ、これ。うん。話したいから、いやいややってるっていう。そうそうそう。でもこれ一個ね、これはあるんです。一個。明確な答えが。うん。あのね、楽しくなってきちゃった。本当に。いや、俺の頭の中では編集で棒が4本ぐらいついてる。楽しくなってきちゃったみたいな。シャ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 。恥ずかしいみたいな。気持ち悪いな。ちなみにさ、それどのぐらいから楽しくなってくんの？まあ回数で言うともうほんと10回目ぐらい。あ、じゃあそれまで結構辛抱するんだ。辛抱っていうか、シンプルに、その、味が固定しないのよ。その。そう、だから、バリスタが難しいとこってそこなんだよね。そうそうそう。なんだろうな。例えば、なんていうの、あんま、それこそこう、沸騰したお湯なのか、ちょっと冷めたお湯なのかを意識しないで最初やっちゃうからさ。うんうん。意識しないで作ったのって、あ、こういう味なんだと思うんだけど、うん。その味が、なんでその味になってるのかはわからないのね。うん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 。作り方を意識してないからね。うん。ただ、じゃあちょっと2回目とかには、じゃあ沸騰直後のお湯を入れてみようとかさ。うんうん。うん。例えば豆を粗くひいてみようとか、繰り返しやることで、あ、こういう味に変わるんだっていうことを、うん、トライアンドエラーできる。それが方程式になってくるのが、だいたい10回目ぐらいから。あ、もう謎が解けてくるのが、だんだん。言い方がなんかさっきからちょくちょくなんか。これ大丈夫？面白い？あ、ちょっとね、腹立つだけだわ。そう、ちょっと言い方がさっきからね、方程式とかね、ちょっと、っていうのが、ね、たまに来る。コンセンサス取れてる？むかつくな。腹立つわ。いや、みんな合意取れてるとかでいいから、そこは。そんな、横文字使わないでほしい。横文字使いたがりね。でごめん、あれなんだっけ、このミーティングのアジェンダなんだっけ。いや、だから、そうなんだよ。究極の自粛期間の過ごし方を俺は知りたいね。うん。究極アルティメットってこと？で、今出たやつの中に究極はあると。俺はもうそっから疑問なんだけど。ああ。まあ、だから、あれじゃないの。今はさ、その現実どう過ごしてるかを聞いたけど、うんうんうん、あれで、みんなのこう、理想の、うん、考える過ごし方が、例えば少しでも被れば、それって結構人間としてさ、究極の過ごし方なんじゃないの？あー、確かにね。そう。そうだね。そうね。だから何してたらいいんだろうね。家で一人でとかっつってね。そこはね、わかんない、ね。正解はでも、まあ、ないよな。まあ、そうなんかな。その人その人によって、やっぱ正解って変わるからさ。それこそなんか、
最初は惰性でコーヒー行ってたやつがだんだん楽しくなってきて目覚めたとかさ、うん、目覚めたってことは楽しいってことだからさ、それはその人にとって正解になったわけじゃん。まあ確かに分かんないけどね、それが究極かどうか他の人に当てはめると。だからまあ本当にそうで、やりたいことやれよっていうのが結論なんだけど、言っちゃった出ちゃったそのやりたいことがさあんまないよって人はどうしたらいいの？俺あで言うと俺すごく持論があって、うんうん、空腹は最高のスパイス理論があるんですよ。要はどんなレストランに行こうとも、うん、どんなに高い食事を食べようとも、うん、お腹が空いててもう限界だって時に食べた飯が一番うまいと、うん、だからその空腹が一番の最高のスパイスと、うんうんうん、いう話なんだけど、我慢をするっていうこともまあある意味一個自粛期間の過ごし方としていいかなと思ってて、うんうんうん、例えば俺は自粛期間が明けたら早速サウナに行きたいんだよ、うんうん、ただサウナの楽しみ方をもう一度調べてみるとか、うんうん、例えばねそのオロポが主流となってたけど実はオロアクエリアスなのかもしれないし、なんだっけ、オロポはあれよ、オオカリか、と違う違うな、オロナインは軟膏やな、オルナミン C、 オルナミン C、 オルナミン C とポカリ、ポカリ、何そのポカリ食べたの、あのスウェットは出てきたんだけどポカリが出てこないポカラ連想せえ、好きなリンゴは出てくるのに東京事変が出てこないみたいな感じ、名前の外したかなこれよくわかったなボール玉だったよ、うん、えれえボール玉だから、そのサウナだったらサウナに行くための準備をしとくとか、うんうん、あとはその例えば俺ちょっと癖強いなって思ったのは、うん、一人暮らしをしたいなって思ってるんだけど、いいね、一人暮らしの、うん、レイアウトをね、あの、うん、作れるアプリがあるのよ、うん、レイアウトっていうのはもう部屋探しから、家具までってこと？そう、全部。例えば窓はどこについていたらいいですかとか、うん、ドアは何色がいいですかとか、ベッドは例えばセミダブルなのかダブルなのか、どこの向きに置くのかみたいなのを、うん、全部こう 3D で、あの、できるアプリがあるのね。すごい。動物の森的なこと？そう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 。それの住居に特化したバージョンがあるの。すごいね。でもよく動物の森っていう単語出てきたね。いやもうそれしか出てこなかった。逆に。それだよね。あれ違う？声が途切れたわうわきっつ、これ渾身のボケをもう一回言うのこれ裁判官聞こえてそうだな今聞こえてんだよな、まあ、いいよいいよ、動物の森ね、そうそう、うん、動物の森みたいな、うん、レイアウト聞かれるから、うん、あ、じゃあ、あ、これ窓際にベッド置くときついなとか、うんうん、じゃあこっちにしようみたいな。で、実際こう内見行ったらさ、そのイメージトレーニングのままできるわけじゃん。うんうんうん。家にいるからこそ、うん、こうじゃあいざ外に出ていいよってなった時の楽しみ方が倍増する準備とか我慢をしておくっていうのは、うん、あの、自粛期間に限らず、それが明けた期間も楽しむための一個使い方なんじゃない？なるほどね。シンガーね、うん、こういう、これよく言うんだよ。バネっていうことを言うの。もう自粛期間はバネだって。ほうほう。うん。
それこそ行きたいものがあったり、うん、だ俺だったらちょっとポーカーに興味があったから、じゃあポーカーについてちょっといろいろ調べてみようよとかで、うん、それなんかその貯めてくんだよ、どんどん詳細を、うん、で実際にそれができるってなった時のやった開けたっていうそのボルテージ上がり、うんうん、これを楽しみにするっていうのは、まあある意味究極な気がするよね、うん、まあ確かにね。え、じゃあさ、まあこの引き伸ばして申し訳ないんだけど、このテーマをね、あの、じゃあちょっと2人に提案してほしいんだけど、俺はさ何を楽しみにしたいと思う、準備として。だからラストね、俺からの提案としては、うん、まあその自粛期間前からさ、うん、もうちょっと大人なお店への興味を示してたじゃないですか。エッチなお店の。うん。で、急だな、ね。共通の友達の中ではさ、一人、うん、熟女とは出会うことがないから熟女とエッチするのか覚えるんだろっていう謎の理論を持ってるやつもいたりとかするじゃない。そうだね、いたな。それを俺は、まあさっき話で出てたバネの話じゃないけど、うん、よりこう行った時の感動を覚えるために、うん、おっきんしろ。